なぜならどのクラスの行く末にも全く興味がないんだよ。それはおかしな話だ。戦場での特別試験はどう説明する？それは君がその程度の頭脳しか持っていない、マヌケということにもなるね。確かにな。あいにくと俺はそんな不都合な場所でも暴れられるんだよ。利益は度外視だ。仮に君がその選択をするのだとしたら、私は私自身とプライドを守るため。お前一人にやれると？やれない理由を考える方が難しいね。俺とは違う方向に狂った人間、ただそれだけのようだ。間抜け面してついてきたこの連中の中にいるのか？君の楽しみを奪うのはよしておこう。いいんですか？行かせてしまって。奴が俺の探してる相手なら行かせたりしねえよ。